遺失物かと。やはりこの町の軍警はすこぶる優秀だ。少々5分で向かう。死を恐れよ。死を望む者等しく死に。お初にお目にかかる。やつがれは芥川、そこな小娘と同じポートマフィアの犬。人子は生け捕りとの命のはず。片足から撃ち殺してどうする。あんたたちは一体。元よりやつがれの目的は貴様一人なのか。人子、そこに転がるお仲間はいわば貴様の巻き添え。野生門。野生門は悪事記、あらゆるものを食らう。生け捕りが目的だが抵抗するならば。電話愚者の番組ひっただろう。やつがれの黒獣は悪事記、あらゆるものを食らう。銃弾の飛来し着弾するまでの空気。そしてやつがれ、約束は守る。そう来なくては。生け捕りのはずが。羅生門、無楽門。先輩、でも太宰さん、今回は引きましょう。賞金の額は70億。武装探偵者、オトマフィアの芥川。いかにも当たらぬのなら空間を食らうまでもない。弱者のザレ言か。さすがは太宰さんの隠れ身だ。まあいい、いずれまた刃を交える。取りじゃできない。ああ、君いたの。とても元幹部の所業とは思えぬ。あなたとて不遜不滅ではない。異能力に頼らなければ希少でいつでも殺せる。今だから言うけど、君の教育にはな。あなたの教育。不完全ながらも虎の注力が示されているか。こいつと戦っても勝てるわけない。死んで他者に道を譲れ。あるのは汚泥、不臭、自己憐憫。誰にも貢献せず、誰にも頼られず。ならばどこへ行くだろう。死ね。やつがれとて同じこと。その程度か。人子、呪うなら斧が打弱さを呪え。虎化を解いて腕を。爆発の破片に乗って跳躍を。痛いか。偽造は一体できるかな。あの人にあのような言葉に。羅生門、志願桜。こいつを倒したところで。待て。と言われなくちゃ。奴を近づけてはまずい。この距離で仕留める。羅生門、羅生門。